11月21日火曜日、西丸の内にある津リージョンプラザお城ホールで、令和5年度、津市文化奨励賞、津市スポーツ功労賞、津市スポーツ奨励賞、津市では、文化やスポーツ振興などに尽力し、功績を残された人や、今後の活躍が期待される人。 また、教育の振興、研究、改善などに貢献された人を表彰していて、今年度は6人が選ばれました。まず、津市における文化の振興に寄与し、その実績が顕著で、今後一層の活躍が期待される人に贈られる津市文化奨励賞を受賞したのは、生田孝明さん,です生田さんは和太鼓奏者として、昭和59年に和太鼓団体、 津高虎太鼓に入会して以来、39年間活動を続け、後進の指導や津祭りをはじめとするイベントでの特別演舞の総合プロデュースなど、精力的な活動が津市の郷土芸能の振興に寄与し、今後、一層の活躍が期待されるとして受賞しました。<laughs> 次に 長年にわたり津市におけるスポーツの振興に尽力しその功績が顕著であると認められる人に贈られる津市スポーツ功労賞を受賞したのは伊藤徹さんです伊藤さんは津球道協会の会長や三重県球道連盟の会長そして東海球道連盟会長などを歴任し球道の普及と競技力の向上に尽力されまた 球道協会の会員の増員に努められるとともに全国大会への出場者入賞者を多数輩出するなど長きにわたり多大な貢献をされました <laughs> そして津市におけるスポーツ振興に寄与しその功績が顕著で今後一層の活躍が期待される人に贈られる津市スポーツ奨励賞は2人が受賞奥田真由さんは 昨年10月に高知県で開かれた一般社団法人日本スイミングクラブ協会が主催する水泳の全国大会に出場し50メートルと100メートルバタフライで優勝今後一層の活躍が期待されるとして受賞しました同じく津市スポーツ奨励賞を受賞したのは加藤茂雄さんです加藤さんは 昨年12月にタイで開かれたセーリングのアジアオープン選手権大会のレーザーラジアル級マスターズクラスで優勝さらに競技者としてだけでなく一般社団法人日本レーザークラス協会会長としてセーリング競技の普及と更新の育成にも励まれており今後、一層の活躍が期待されるとして受賞しました。続いて 津市教育功労者2人への表彰が行われましたまず表彰されたのは辻本あたるさんです辻本さんは平成26年から9年間津市社会教育委員長を務め子どもたちの学習を深めるとともに共同愛を高められるような活動を行うなど社会教育行政の推進に大きく寄与されました同じく津市教育功労者として表彰されたのは 松本和代さ,んです松本さんは地域の情報発信力向上の支援を目的としたボランティアグループで設立当初から会長を務め子どもや高齢者対象のパソコン教室や情報ボランティアの養成を行うほか平成16年から16年間津市社会教育委員として尽力するなど社会教育行政の推進に大きく寄与されました。 令和5年度の受賞者の皆さんはご覧のとおりです。